さあそんな感じで、はい、コーナーこちらのコーナーでしたけども、ありがとうございます。伝えるっていうテーマなんですけど、うん、はい、今日その伝えるってテーマにちなんだマジックをね、はい、用意してきたので、やっていいですか。よろしくお願いしますダメって言われてもやります。たまにはダメよって人一人ぐらいいたら楽しい、ね、ですって言われてもやります。じゃあね、ちょっとお手伝いいただきたいので、どうしようかな、お二方ほどお願いしたいので、じゃあまずはですね、そうだな、どうしようかな、男性と女性一人ずつがいいので、すいません、ちょっと真ん中のお客様よろしいですか。そのままちょっと荷物置いていただいて、お立ちいただいて、こちらに来ていただけますか。あと、じゃあよろしいですか、よかったらね、お父さん活躍するから見てみたいな。じゃあちょっともうちょっとこちらの方に、はい、私の左右に立っていただいて、こちらお立ちください。はい、ありがとうございます。お名前は菅さんと石川さん、お二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。使うのですね、トランプです。こういうね、バラバラのトランプです。はい、でトランプの全部使うわけじゃ20枚だけ使いたいので、じゃあまず石川さんいいですか、お持ちいただいて、僕の手の上に1枚ずつ配って、裏向きのまま1枚ずつ置いていって20枚配ってます。ゆっくりですよ。4 5 6 7 8 9 10、はい、11 12 13 14 15 16 17 18 19、はい、もう一枚ですね。大丈夫です、ありがとうございます。いいですよ、いや残りはもらいます。さあ、20枚だけ使うんですけど、今からですね、2人にトランプを覚えていただきたいんですよ。で、覚えるときに、じゃあちょっと石川さんまず手出しといてください。で、10枚渡します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚、これ手にサンドイッチって両手で挟んどいてます。後で使います。で、残り10枚の方の中からお二人に心の中で1枚ずつトランプを覚えてほしいんです。言っちゃダメですよ。で、今から広げときますので、まず見えますかね、トランプ、赤いカード何枚見えますか。5枚。黒いカードは5枚。計算合ってますね。5枚ずつあるみたいですね。見えますかね。こんな、で、この5枚の中で同じカードを覚えちゃうと良くないので、石川さん赤いカードを、で、菅さんは黒いカードを心の中で覚えてください。じゃあまず赤いカード1枚だけ決めました。はい、はい、忘れないですね。黒いカード1枚だけ忘れないようにしてください。じゃあちょっと手出しといてもらいます。両手でサンドイッチしておいてください。さあ、ここからね、今日のテーマ伝わるやります。失礼しますね。1枚目、ふっ。2枚目、今伝わってきたの感じました。感じました。ちょっと病院行った方がいい。あ、嘘です、嘘です。感じましたよね、はい、ありがとうございます。ちょっとまあそのまましておいてください。まず手を開けていただいて、裏向きのまま僕の手の上に1枚ずつ配ってみてください。1 2 3 4 5 6 7 8。あれで覚えてますよ、2人とも。これちょっと中身確認してきますので、まずクラブの9でした。覚えたから。違います、これじゃない。2枚目、あ、これ赤だ。ハートの9ではない。スペードの2ではない。ダイヤの3ではない。あれ、ハートの8ではない。クラブの5でもなくて、あと2枚です。ハートの4ではなく、スペードの7ではない。さあ、ゆっくり手を開けて、あ、いいですよ、まだいいですよ、手開けていいんですけど、裏向きのままで僕にまずそのまま1枚ずつ数えてもらいます。枚数を1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12。何でした、覚えたかな、何でした、言って、言っちゃっていいんですか。8のスペードとダイヤの2です。ダイヤの2、はい、見事に来ていたらお二人に大きな拍手を。素晴らしい、伝わりましたね。どうもありがとうございます。お戻りください。ありがとうございました。伝わった、ありがとうございました。ありがとうございます。
ったね。伝わったね。今日はねテーマが伝わるということでしたね。そうでしたね。今みたいなねちょっと変わったマジックもご覧いただきましたけれども。はい。さて。